Number one, representing France, Stanik Janet. フランスのスタニック・ジャネットです。ショートプログラムは4位でした。サンサンスの序奏とロンドカプリツォーソ、上体の独特な動きで不思議な雰囲気を作り出します。最初に4回転を練習していましたが、4回転のトーループ、しかし失敗。トリプルアクセルからのトリプルアクセル、コンビネーションにならないですね。ならなかったですね。ダブルフリップ、今シーズンのグランプリシリーズはフランス大会で2位に入りました。怪我で欠場したエルドリッチに代わってのこのファイナル出場。昨シーズンからフランスのチャンピオン。まだ3回転以上のジャンプが一つも成功していません。トリプルアクセル、トリプルルッツ、ループは抜けました。ダブルですね。トリプルサルコ、
フランスの新しいエース、スタニック・ジャネット。しかしその独特の雰囲気をもう一つこのジャンプの失敗で作り出し切ることができませんでした。まあ、世界選手権に向けたエッジの、ね、はい、位置をエッジを取り替えてその位置を調整中という状態でこの大会に臨んでしまったんですね。ですからその飛べるジャンプと飛べないジャンプ、そのタイミングとそれからやはりその入っていくカーブですね、はい、そういったものがまだ完全に調整しきれてないんだと思いますね、はい、これは最初の4回転ですね、はい、これはね回転が不十分のまま着地に入ってしまいましたね、はい、ですから両足で降りてしまいましたね。そしてトリプルアクセルですね。トリプルアクセルは、はい、これは後半の成功した方でしょうか。前半ですね。前半ですね、はい、The mark for Stanik Janet. Technical merit 5-0. 最初の採点は技術的な評価、テクニカルメリット。やはり点がもう一つ伸びません。5点前後の評価。そして表現力、プレゼンテーション。こちらは少し点が上です。5.3 から4が中心です。5-3. Thank you.